さあ、どうさまちゃん、今日は普通の車来てよ。普通の車が。オーナーさん、どうぞ。なんかさ、こんにちは。こんにちは。なんでこう普通なの？ちょっともう、これはいじるところがなくて、もういじるとこがない。俺もなんでこれを受けたかよくわからない。ちょっと受けてほしいなと思って。びっくりした。そう、なんで俺も受けたかわかんない。ってことで、EK じゃないんだね。EK じゃない。オッティなんだね、これ。オッティなんだ。オッティの方だね、グリルの違うね、はい、なんでオッティ買ったの？いや、ちょっと色となんかこのグリルと最初純正だったんですけど、それがちょっと気に入って買って。これが気に入ったの？これが気に入った。ちょっと変わってるね、なんか。これがかわ、何、かっこいいと思ったの？これがかっこいいと思って。ガンダムみたいな感じ、なんか。はい。これ目独特だよね、これ。そうですね、独特って言ったら独特ですね。オッティを狙って探したの？たまたまこれを見つけて一目惚れで。車屋さんになったの？車屋さんで。お、これいいじゃんって。はい。変わった人がいますね。なんでワゴン R とかってかっこいいじゃん。ワゴン R とかスティングレイとか。ワゴン R ってなんか乗ってる人が結構多くて。そこ？そこで。これもそこそこいるよ。います？いるよ。いや、わかんない。でもみんな EK だね。オッティじゃないね。オッティがちょっと少なくて。オッティが良かったのか。はい。はあ。こうやってフォグないんだね。フォグないんですよ。あれ、あるモデルなかったっけ？あるモデルはあるんですけど、なんかあのボコッってやってて、後からポンってつけた感じ。はい。じゃあこれ何がすごいってさ、今車そんなに大したことない。俺がやりましたら普通だもん。だってなんかこれなんだっけ、何、なんて言うんだっけ。ノアールサウンドセレクション。ノアールサウンドセレクション。聞いたみんな、ノアールサウンドセレクションだって。何それ。純正のツイーターが2個ついてて、で、あとアンプが純正で。アンプ？これに？アンプが。アンプついてんの？アンプがついてるんですよ。何ワットのアンプついてんの？360ワットって書いてあるんですけど。360ワット？はい。本当に？って、あの、あれ、カタログには書いてありました。360ワットのアンプいる？これに？ちょっと必要性はちょっと僕もわからないんですけど。だってオッティだけ、それって。オッティ。EK ワゴンにはそのモデルないの？ EK ワゴンちょっと僕も調べてないんでわからないんですけど、ツイーターはあるみたいです。ノワールサウンドセレクション。坊主とかじゃないの？坊主じゃなくて。ノワールサウンドセレクション知ってますか、皆さん？俺初めて知った、今。でしかもオーナーなのに、いつしたんだっけ？昨日。乗って何ヶ月？どんくらい？2年。乗って2年乗って気づいたの？昨日。なんで気づいたの？なんか邪魔、なんか邪魔なもんあるな。邪魔なもんとか言って。これそこのシート下にあるんだよね。そうなんです。で、何、邪魔だな、何これと思ったの？邪魔やな、取ったろうかなと思って。取ったろうかなと思ったの？で、そしたら調べたらアンプって書いてあって。え、アンプなんかついてるんやと思って。マジで？はい。で、え、と思った？え、と思いました、ね、え、と思うよね、普通に。え、あ、そういうセレクションなんだ、そういうグレードなんだと思った。はい。 360W いらないでしょ。いらないですね。ちょっと横で後の音聞いてみようか。ちょうどここにね、ツイーターのとこに、あ、違う違う、ピラーのとこにツイーターあるんだよね。社外みたいなツイーターが。社外みたいな。メーカーって何なんだろうね、このスピーカーの。ちょっと僕もわからないんですよね。日産のただのスピーカーなのかな、それともなんかのスピーカーなのかな。どっかに委託して作ってもらってるやつかもしれない。っていうことは何、普通のモデルとあのドアのスピーカーも違うのかな。多分音は。なんか書いてなかった？あー、ちょっと僕そこまで見てなかったんです。スピーカーがドア2枚と後ろ2枚とピラーに2つ。右派はないんですよ。 360W あって、はい、どういう振り分けしてんのこれ。え、なんでなんで。え、じゃあ、ね、360W? 360W。 じゃあこれ1個何、 60W ぐらい、1個 60W ぐらい使ってる計算、このスピーカーに。スピーカーに。いや、でもツイッターに 60W はないから、もう配分がちょっと違うと思うけど。あ、まあ単純に1個 60W 計算だよね。あ、4チャンネルで撮ってんのかな。あ、そうかもしれないですね。違うのかな、スピーカーちょっと疎くて。え、じゃあ1個 90W 撮ってたらやばいですよ。1個 90W 撮るの。まあだから多分フロントとツイッターつながってるじゃん。はい。で、後ろじゃん。どんなスピーカー入ってんのこれ。開けたことないんでわからないです。とんでもないね、なんか。はい。ちょっと横見てみようか。はい。横見てみましょう。横。マイク落としたな。
すいません。ちょっと手で、はい、忘れてて。みんなで落とされてね、修理ばっかなの。さあ、ホイールは？これはルーシーっていうホイール。ルーシー？14インチの。なんか純正みたいだね、なんか。純正みたい。14インチなのこれ？はい。なんでこんなでかく見えんの？多分車がちっちゃいから。車がちっちゃいから。車がちっちゃいから。14なんだこれで。はい、足回り。は、テインのダウンサスエステク。なんかさ、見た感じなんかあテインだなって感じするね。この感じなんだろうね。この辺何純正なのメッキは？これは、EK-H81W の EK ワゴン用の純正のメッキミラーカバーを。オッティのじゃないの？オッティのじゃないの？オッティのじゃないんですよ。そうなの？よくわからんね。なんかちょっとさ、そのさっき言ってたさ、ご自慢のそのノワールサウンドシステムを聞かせてもらおうかな。ちょっとあっ、普通のオッティ EK も後ろにスピーカーついてる？ EK もついてると思います。標準でそうだ、多分4枚はついてて。ほんと？じゃあちょっと聞かせて。めっちゃ沈んだぜ今車。ダウンさすがさらにダウンだったね。ちなみにちょっと純正なんだね、デッキが。Bluetooth で飛ばすんで、少々音落ちるんで。画面消える。ちょっといい？ドアのスピーカーね、これ。スイーターは？もう言っとるって。もう音だけは一丁前に。ウハないんだよねこれ。え、ウハないんだよね。ウハないんですよ。何これ。K のくせに音だけはもうなんか普通車並みっていう。わかった。あのね、ブルーテレスだからちょっと音悪いけど、この CD で聞くとめっちゃ音いいんだよね、はい、何これと思った。ちなみに俺の後が社外なんだけど、ほぼほぼ変わらない音質が。しかもデッキも純正やん。デッキも純正です。これさ、社外のナビとかデッキつけたらさ、もっと音良くなるよね。多分良くなると思います。そもそもだってこのデッキがいいわけじゃなくて、こちらのアンプがいいわけでしょ。はい。何これ、ダメでしょ。ウーハーないんだよね。ウーハーはないです。ないのに音いいね。音はないけどいいんですよ。ドアどうなってるの作り。ちょっといい？はい。ちょっといい？あ、ドア普通だね。ドア普通だね。なんだろう。いろいろとおかしな。ドアは何もやってないんだね、じゃあ。ドアは何もやってない。ノーアルサウンドセレクション。360W。360W のアンプが。後ろ見てみましょう。これテールは？これテールはEK ワゴン用の。オッティはどうなんの？オッティだとここが赤色のテールランプで、EK ワゴンがクリア。なるほどね。オッティってこの字がなんかね、OTT 入ってんなんか。なんか変だねこれ。ちょっと面白い。ね、これなんかさ、南国仕様になってるステッカーが。南国ガレージになってる、これ大丈夫？これちょっとオートバックスで2個付け足したんかい。俺こうやってこういうやつ売ろうかな。ハイビスカス入り。ハイビスカス入り。ハイビスカスってこれさ、いつの時代だと思ってんだこれ。ドフリは昔だよ。あ、そうなんですか。今時見なくない？そうですね、端つけてる車は見ない。何もう20年ぐらい前じゃないのこれ。20年以上前でしょこれ流行ったの。知ってる？いや知らないです僕。昔さ、このハイビスカスさ、めっちゃ流行ったの知らん？いや多分、ね、いろんな車でやってたってよ。ピコとか。ピコ知ってる？いや分からないです。知らないの？知らない。知らないの？ハイビスカスはもう時代じゃない。いやほんと20年以上前だって。もう20年以上前なら僕0歳です。0歳？今いくつ？今21。あ、じゃあもう生まれたおぎゃって言ったぐらいに流行ってたやつだねこれ。はい。
久々見たもんだって。ハイビスカス。多分今見て懐かしい状態だと思うよ。あんまり見たことない最近。マフラー純正やね。マフラー純正。ちゃっかりカッターついてるね。ちゃっかりカッターだけ。ウィングは？ウィングスポイラー、ルーフスポイラー。これも純正です。これ走りどうなの？走りは NA。NA です。試乗一緒かな。お願いします。じゃあ試乗インプレッションしていきましょう。さあ試乗行こうかな。お願いします。スイーターがなんか面白いね。ポコってついて。これ CVD じゃないね。CVD 三速のオートマです。3AT。3AT。認証しちゃって。たまに認証しなくなるんです。そう。燃費。燃費はリッター13から15ぐらい。あ、え、何 AT ですか？3AT で。3AT だろこれ。はい。13から15。俺の計でもあれだよ、15出るよ、ターボでも。すごい。4AT だからかな。もうちょっと3AT じゃない。3AT ダメだね。80キロ出そうもんならもう100でうならん結構もううなります街乗りだな本当に、はい、トラック来たっけ発進を検知はいすいません急発進ってその急発進だった今これ BM 乗ったら常に急発進って言われるよあそうなんですかもっと G がやばいんだってあちょっとハンドル切っても急ハンドルブレーキ踏んでも急ブレーキあれこれ俺と同じレーダーじゃねこれ同じですか BM と同じレーダーかもしれない 74V 704V と一緒だねあこれオフにしてるもんだってうるさいからオフにできるねこれ急発進オフにできますいちいち言われるの急発進です普通に走ってるのはバケツね 3AT の実力全開で重ってえ車これがやだこれうーんっつってそうこれがもうねえでやっと60キロって重いな 3AT やっぱこれに4人走ろうもんならけど辛く3人でも辛くない3人でも辛いですほらちょっともすぐ変速するねそんな踏んでないこれちょっとほらうーんうーんうーんってねちょっとこれなしてください。シティモードです。シティモードです。足硬いね、結構。足硬いなんで？うわあ、いけか。硬いみたいな。手硬いか？なんか。これ後ろに人二人乗ったらもう。やばい。やべ。爪にタイヤがガリガリだ。しかもなんか乗れるね、硬い割には。粘らないね。買い物で来るのかな買い物快適音楽聴きながら快適に買い物で来るのかなすげえねドカンっつってこれで熊本まで行ってますマジでどっから神戸からはい熊本まで熊本まで大丈夫結構しんどいですねしんどいでしょこれ高速でしょ高速で80キロで行くの80ぐらい待ってこれで熊本で実家いや、ちょっと遊びに友達のところに遊びに行ってどんくらいのペースやるの年2回、2、3回年2、3回も行くのじゃあここまでへでもないねここは、まだドライブするぐらいドライブする熊本から比べたらだって熊本何キロあの神戸から800でしょここまでと300ぐらい神戸から200ちょいあ全然鼻くそピンじゃん遠かった平気そうですね、結構後ろに人乗ってたらなんかしんどくなる1人とか2人だったら多分平気余計走らなくなるしね熊本までさガスマンで行けるいや2階級2階級すんのきついねやっぱりいや内装ブラックがちゃっかりいいね内装ねこれも買った時の一目惚れのポイントベージュと白もあるけどねあともっと言うとオートエアコンだってよかったねオートエアコンならもう完璧なんですよなかなかそうはね出た独色のこのドリンクホルダーそっちもついてるねこっちもノーアルサンドセレクションノーアルサンドセレクション
と見えんねん。それがついたところでって感じだよね、実際。あ、ハンドル EK よりこっちのが好きかも。革、あ、こっちの革巻きの日産のハンドルだから。これ革でしょ。革ね。K で革巻きって何生意気なことやってんの。ねえ、これね、三菱のハンドルちょっとかっこ悪い、やっぱり三菱のマーク、なんかマークつくとね、やっぱり。でも内装が日産っぽくないんだよな。全部ほとんど三菱のパーツ、ね、まあ OEM だからね。こうやって加速するって辛いね。結構辛いですね。だってこうやって出しとってさ、追い越しとるときさ、どうすんの。でもベタ見てこうなるの。もうこうなる。ベタでもこれだよ。うーんとか言ってる。追いつかへんか、前に。前に追いつかへんか。辛いね。2人だよね、今。来たら3人でしょ、今日。来たら3人。1人増えると違うね、やっぱ。走ってる感もあるね。走ってる感もある。頑張ってる感ある。頑張ってる感ある。突き上げやばいな、これ。3人乗ったらもっと面白いけどね。もうビヨンって言ってました。底突きする。底突きまでは多分しないと思います。跳ねる。でも跳ねますね、めちゃくちゃ。60でも結構どうだろう。4000ぐらい回っとらないんですよ、音的に。4000ぐらい回ってそうな。回転出てないのかな。あ、2,800。あ、そうだ、踏むと3,500とかだけど、ね、K これがね、ちょっと嫌だね。ちょっと重たい。アイドリングも高いもんね、そもそも。60キロ一定で踏んで3,000回転くらい。3,000回転くらい。こんなもんかな。あ、でも今の CVT が低すぎる。今の CVT が優秀ですもん。1,100、200回転ぐらいだもんね、K でも。低いと思うもん、なんか。それの MP が。すげえ、スロットルとか出てるし。平均燃費 4.9 になってる、大丈夫。ちょっとなんか、ちゃんと表示してくれないんですよ。ねえ、それ。おかしくない、ちょっと。調子悪い。本当に 4.9 かもしれんよ。うん。発狂もんですね。ないこの画面。ちょっと見にくい。見にくいよね、それ。はい。いつつけたのこれ。これは2ヶ月ぐらい前に。これ安くない？これで OBD と配線のセットで23,000円。おお。あ、どっちかというと線が高くない。線が高い。何にしろレーダーじゃそんな高ないよね、実際。はい。え、線こんな高いの？ね、びっくりした OBD。自作で作れんかなと思ってた。OBD-DIY。 OBD-DIY。 OBD-DIY 言いにくいじゃないか。この先一般道検問取り締まりにご注意ください。コムテック派なんだよな。あ、コムテック派。コムテック派。ユピテルどう？ユピテルは、ユピテルはなんか使ったことないです。コムテックがこれやっぱいいよね。コムテックゼロシリーズでもちょっとたまにバグるのがいかんな。これ SD カードあれ出ない。 SD カード異常とかなんか出たことない。あ、まだそれはないんですか。はい、なんか振動台だと言ってるよ、ね、あ、そうなんだ。ちょっと気をつけて走ります。そうかな、俺たまに叩いちゃうからさ。叩いちゃうとか言いやがらんけど、大きい振動はこう。あー、そうそうそう。エンジンかけてもたまに OBD のこのところが反応してくれなくて、あ、つかないときあるんですよ。弱いね、多分振動が。あとでしょっちゅう落ちるよ、信号弱くて。あ、そうなの。いろいろやったけどね、ダメだね、やっぱり。ちょっとマシになったでも、頻度は。アクセル全開すると落ちる。なんでか知らんけど。面白い車。いや、普通の車。なんか何喋ってたか分からなかったもん。全然関係ない人ってね。はい。オッティか。次何買うの。次はちょっともう、ミニバン買おうかなと思って。なんで、ちっちゃい車は。いい。もう。ミニバン買う？ミニバン。またそれ持ってきてよ。はい、ね、また買ったら。今日は神戸からわざわざ来てくれましたってことで。
ノワールサウンドセクション、オッティでした。ノワールサウンドセクションね。ノワールサウンド。当てた？当てます。はい。ということで皆さん、さようなら。So I said no, 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 it was supposed to be my pentacle. What did you do to me? I killed, I know, one, two, three, four champions. I can't believe you're trolling. I killed, I know, one, two, three, four champions. I can't believe you're trolling. Wait a minute!